15分から9時55分までをライブで綴るウィークエンドライブスペシャル。オープニングはここ505スタジオからの生放送でお送りするセッション87。今夜の出演はただいま演奏してくれております松岡直哉グループの皆さんの出演でお届けいたします。全国の FM 放送を聞きの皆様こんばんは。そしてスタジオ505にようこそいらっしゃいました。セッション87司会の司会内隆です。こんばんは、渡辺真子です。今日は本当にたくさんのお客さんを来ていただきました。元気ね、ね、うん。来月に入りますともうね、10日前後にはもう梅雨になっちゃうでしょ、うん、でその前にね、今日はもうその夏にふさわしいと言いますか、そんなね、松岡さんをお迎えしております、はい。素晴らしい今日はセッション87になると思います、はい、どうぞ温かい拍手でですね、はい、応援していただきたいと思います。大丈夫でしょ、今日のお客様は、ね、黙っててもこの拍手ですからね。そうそうそう。さあ、それでは参りましょう。はい、最近レコーディングを終えた LP 日曜日前から Island A Go Go。
松岡直也グループ、今夜の1曲目は新しい、レコーディングしたばかりの曲であります Island 855でございました、それでは今日のゲストホーンの皆さんからまずご紹介いたします。サックスは斉藤清、一人おきましてトランペットです林健一郎、同じくトランペット吉田健二、トランペット篠宮博士、そしてスペシャルゲストはトロンボーン向井重春、それでは松岡直也グループの皆さんご紹介いたします。ギター和田明、エレクトリックベース高橋下太郎、キーボード津垣博道、ドラムス広瀬則之、パーカッションですウィリー長崎、カルロス菅野、そしてリーダーです、キーボード松岡直也、先ほどソロしてくれたのはギター、和田明、テナサックスは斉藤清、トロンボーン向井重治、そしてキーボード松岡直也でございました。それでは次の曲参りましょう。はい、ドラゴン・ザ・チャンピオン、どうぞ。
松岡直哉グループ、そしてゲストホーンの皆さんです。ギターのソロは和田明さんでした。さあ、それではちょっと時間がございますので、お話を伺いたいと思いますが、こんばんは。どうも。こんばんは。しばらくぶりでございますが、音楽生活35周年だそうですね。なっちゃったんですね。なっちゃった。知らないうちに経っちゃうんでしょうね、35年っていうのは ね。知らない人が聞くと、計算すると50いくつという、いけないんです、そういうこと計算しちゃ単純にいけないんです。あ、そうですか。なんせプロとしてデビューしたのは15歳だそうですね。そう、15歳ね。これまたいやいや、皆さん嘘ついてると思ってるんでしょ。違いますよね。いや、本当ですよね。プロの自分のバンドをね、こうされたのが、その当時はバンドって言いましたよね。今でもグループとかね、言いますけど。かっこいいですよね。だって私なんか15歳の頃、セーラー服でスキップしてましたよ。ただのスキップ。15に35足すと50ですね。だからいけないんだって。私言ってしまいましたが、しかし松岡さんと言いますと、どうしてもね、夏っていうイメージが強いんですよ。やはりお客様もね、ブクブクにほらね、気太りって言うんですか、気ぶくれ、気ぶくれ、うん、して、やっぱりこう聞くという音楽じゃないような気がするんですがね。アルバムを、どのアルバム聴いても大体夏のイメージが多いですね。そう、冬でも夏の曲書いてるから。で、今度レコーディングした あれが日曜島絵ね。そうそう。これはどこから来たんですか。これはやっぱり渡瀬製造さんのね、ショートストーリーの中からちょっとアイデア頂戴してね。それでまあ結構ラテンっぽい夏の感じでね、いわゆる島のサウンドをみんなやっちゃおうっていう、そんなような感じでね。聞くところによりますと、僕は知らないんで行ったことないんですけど、オーストラリアの方には水曜と木曜とってね、木曜と水曜と金曜もあるんですね。日曜だけはないんですよ。ないんだよ。ね、ないので作っちゃったと。そうそうそう。そうそうね。では勝手にイメージしてね。面白いですね。そんなようなあれなんですが、それそのアルバムの中からね、出来たてのほやほやを一曲演奏していただきました。35周年を記念して、ツアーに出られるそうなんですが、そこら辺は。そうね。6月8日に横浜かな。それであと鹿児島の方ずっと行ってね、南から東京の方に戻ってきて、東京が7月半ば頃、ちょうどいい時期ですね。15、16だそうです。そうです。お客様のが知ってますね。ありがとう。そうですか。あと9月もあるんでしょ。あっちはね、新潟の方かね、東北要するに全国回るんです。そうなんです。そう、全国29カ所かな。35なんて言うとね、かっこよかったの。35周年だからなんていう感じもありましたが、それではここら辺でですね、皆さん検討していただいて、その皆さんの土地に参りましたら一つね、応援していただきたいと思いますが、じゃあここで2曲ほど松岡直哉グループで演奏していただきましょう。はい、何を。それではマンボアイランド、はい、そして夏の旅、はい、それでは2曲続けてどうぞお願いいたします。
はい、松岡直哉グループ、2曲続けて演奏していただきました。1曲目はマンボーアイランド、これはパーカッションのウィリー長崎、そしてカルロス・カンノ、キーボードはもちろん松岡直哉です。そして、夏の旅の方はギターをフィーチャーして、はい、和田明さんです。本当にね、すごいパワーでございますが、乗ってますよね、お客様もすごい乗ってる、ね、そのなぜ乗るのかっていうのをちょっと聞いてみたいような気もするんですが、いいですかね、ね、この方、愚問ですかね、愚問だというのが乗る原因だそうでございました。もし違う、ある人、あなた、いや、最高ですね、ね、やっぱり愚問だったみたいだね。やはりあのね、こういう梅雨を飛び越して一気に夏です ね、こうなるとね、このパワーね、うんうん、しかしやっぱりこう野良にはソンソンっていうね、そんな感じのあれでございました、ね、でもスタジオ中皆さん楽しそうな顔なさって、はい、いいですね、こういう雰囲気は。さあ、それでは、はい、またホーンの皆さんに加わっていただいて演奏していただきましょう。はい、次の曲はアルバム日曜時前から Lady in the Shade、どうぞ。
松岡直也グループそして、ゲストのホーンの皆さんで、お届けいたしました Lady in the Shade、ベースのソロは高橋池太子です。トロンボンは向井重春、そして、分かりにくかったかもしれませんが今がワカロスカンドです。さあ今日は松岡直也さんの、ね、オリジナルでお楽しみいただいておりますが、はい、もう一曲じゃあ演奏していただきましょうか。はい、よろしいですか。はい、ノーチェコリエンド。Thank you.
そしてゲストのホーンです。ソロをしてくれたのはギター和田明、トランボーンは向井重治、テナーサックス斉藤清、もちろん松岡直也です。そしてリズムはウィリー長崎とカルロス観音。トランペットをあんまり紹介する、ね、時間がなかったんですが、トランペットは林健一郎、同じく吉田健二、そして篠宮博史です。確か篠宮さんは何の時でしたっけね。え、何の時でしたっけ。逃げちゃって全然あれですね。それじゃあまあね、喋ってくれないですから、みんなで最後にじゃあ乗ってお別れしましょう。はい、ね、A Muggy Night Dream です。さあお願いします。
送りしてまいりましたセッション87、いかがでしたでしょう。ただいま流れている曲はマギーナイトドリームでございます。この曲を聴きながら皆さんとお別れです。今日の出演は松岡直哉グループ、そしてゲスト日本の皆さんをお招きしてお届けいたしました。来週のこの時間はセラユーズトリオの出演を予定しております。ウィークエンドライブスペシャル、この後はリッキースキャッツのライブで続きお楽しみください。司会は私、司会者隆と渡辺真子でした。それでは来週まで。